どうも皆さんこんばんは。風来の試練5プラス、やっていきましょう。今回は、波乱の岩場19回からですね。私はいつも、ホークアイを主人公にして、2人目をリース、3人目をシャルロットにします。何回やっても、この組み合わせがしっくりくるね。は？いやいやお前、店を出したら店主を主役にするって言ったけど、これはちょっと違うやろ。まあしょうがないので、2人目はからしにします。おでんにはよく合いますが、リースとの差が激しいです。平滝さん、私を選んでください。役に立つ自信があります。いやそんなん言われても、そもそもどいつが今喋ってるのか、それすらわからんわ。適当に決めるわ。わさびは寿司によく合います。合いますけど、割と関係ないね。いい加減波乱の岩場やっていきましょう。さて、気を取り直して19回からです。いきなり大部屋モンハウですね。18回も大部屋モンハウだったので、出過ぎです。ふむ、とりあえず怖いのは戦車だけですね。は？いや、なんていうか、一歩しか歩かないつもりが、二歩歩いちゃったね。でまあ、ここは安全に冷え冷えしておきましょう。これでもう安全です。で、ここからグダグダするので、この時間を使って、DS 版の試練5から、ビータ版の5プラスになって、どう良くなったか、手のを詳しく説明してみようかと思います。5プラスは、DS 版が発売して、4年半ほど経ってからプレイステーションビータにて発売された、風来の試練5の完全版にあたります。ストーリーや、基本システム、ゲームバランスなどはほぼ DS 版と同じです。5プラスの追加要素で、一番の目玉は、追加配信ダンジョンです。私が今実況してる波乱の岩場も、5プラスで追加配信されたダンジョンです。こういった追加配信のダンジョン、その数なんと、16個。この数を見たときは、純粋と本気出しすぎ、と思いました。だってね、試練5って、DS 版の時でも、ストーリーダンジョン以外で、15個ほどダンジョンあったんですよね。つまりは、試練5プラスは、ストーリー以外のダンジョンが、30個以上あることになります。多すぎはロタ。まあ、ダンジョンの数は大いに越したことはないね。次に、5プラスで良くなった点、その2、視界が広くなったこと。お店で見比べるとわかりやすいですけど、こんだけ差があります。これによって見渡す回数も減りますし、パート1でも言ってましたけど、歩く速度を速いにしても、事故が少なくなります。次に、5プラスで良くなった点、その3、スティックで簡単に見渡せるようになったこと。今までは、B ボタンを押しながら L ボタンが、見渡すコマンドだったんですけど、スティックを倒すだけになったので、すげー楽です。次に、5プラスで良くなった点、その4、アイテム欄が2ページに収まったこと。DS 版のアイテム欄は、8個が3ページだったんですけど、ビータ版は、12個が2ページに収まってます。ちなみに、文字の大きさも変えれるんですけど、これに関しては、小さいだととても見にくいので、私は大きいをおすすめします。次に、5プラスで良くなった点、その後、アイテムのアイコン。DS 版だと、封印されてるか祝福されてるかわからないアイテムは、アイコンがハテナマークで表示されてたんですよね。なので、値段識別した数字をアイテムに書いても、草なのか巻物なのか、わからなくなるんです。同じ値段の草と巻物とかだと、本当に見分けがつかなくなるので、値段を書くときは、このように、草、とか書かないといけなかったんです。5プラスでも、最初はその仕様のままだったので、だいぶがっかりしたんですけど、修正パッチによって、治りました。次に、5プラスで良くなった点、その6、ダメージが表示されるようになったこと。
すでにお気づきだとは思うのですが、自分も敵も、食らったダメージや回復した HP が、キャラの上に表示されるようになりました。最初は、そんなんあんまりいらないんじゃないの？って思ってたんですけど、これ、思ったより便利でした。聖剣伝説とかも、わかりやすいですもんね。関係ないね。次に、5プラスで良くなった点、その7。マップの大きさや透明度の変更。こういった、プレイヤーの好みが分かれる部分が変更できるのは、本当にいいことだと思います。大きさが3段階、場所が3箇所で、透明度の変更もできます。嬉しいね。私は、昔っからのタイプが好きなので、中央に大きく表示させてますけど、他の方の動画を見てると、右側か左側で、中くらいのサイズにしてる人が多いですね。次に、5プラスで良くなった点、その8。値段一覧表や、モンスターテーブルがゲーム機で見れること。これは、値段一覧表とかモンスターテーブルを、あらかじめ画像としてビータに保存しておくことでできる技で、例えばこんな感じに、買い取りが105ビタンの草ってなんやっけ？とかそういった時に、こんな感じに値段一覧表を見れるんです。これはかなり便利だと思います。他にも、マゼモンって何回まで出たっけ？とかそういう時も、こんな感じにモンスターテーブルを見れます。マジで便利です。ゲームに戻るのも一瞬なので、いい感じです。いちいちパソコンやスマホで確認しなくていいので、ベッドで寝ながら試練やってる時とか、電車の中でやってる人なんかにも、おすすめのテクニックですね。まあこれに関しては、5プラスのいいところっていうより、ビータのいいところですよね。ふう、5プラスのいいところ、こんなもんですかね。逆に悪くなったところといえば、一部 BGM が削除されたことですよね。運命の地下で使われてたこの曲とか、削除されてしまってがっかりです。まあ、5発売から4年以上経ってるわけですし、権利関係とかで色々とあるんでしょう。あえて消してるってことはそういうことでしょうし、諦めるしかないね。まあそれを差し引きしても、5プラスの出来は、かなりいいので、迷ってる人は買ってみてはいかがでしょうか？とまあ、こんな感じにチューンソフトに媚びを売っておけば、何かと安心です。さてこの辺で、5プラスの話は終わりにします。次は20回ですね。はあ、店です。店が出ました。やっとですね、店主に会えます。3回で店が出てから、全く出てなかったですしね。店主もほんと、困ったやつですよ。これは一丁、懲らしめに行かないといけませんよね。まあ、今回ばっかりは仕方ないね。店主が悪いね。は？おい店主、ここには何作ったの？お前か？どういうことや？私、全然関係ないですよ。勘弁してください、いらっしゃいませ。おいお前、謝りながらいらっしゃいませ言うとか、どういうことやねん。いや、気のせいですよ。それよりほら、せっかくの店なんだから、楽しんでくださいよ。まあそうやな。とりあえずアイテムを見せてもらうわ。店の品物しか使えない縛りでしたっけ？それ用に、いいアイテムを仕入れといたよ。頑張ってください。は？アホかお前、いいアイテムってどこにあんねん。こんなアイテムで泥棒できるわけないやろ。無理ゲーすぎるやろ。またのご利用をお待ちしております。プークスクス。くそー、あいつだけは懲らしめないといけません。アイテムに頼らない、別の方法を考えないといけないね。って、おう？頑固戦車？冷え冷え甲の壺ってまだあったっけ？きたー。容量1ですが、残ってましたね。よし、それでは作戦を開始しましょう。まずは、冷え冷え甲の壺を使います。これによって戦車の大砲ダメージがゼロになります。あとは、ひたすら壁という壁を掘ってもらう、簡単なお仕事です。まあとにかく、階段がどこかってのがネックですよね。この感じ、N 型マップなので、結構遠いかもしれません。
階段ここか。割と近かったね。お、目薬そう。いいね。あ、モンスターの罠がありますね。踏むことで床のアイテムが敵に変わるという、恐ろしい罠なんですけど、使い方によっては、プラスに使えることもあります。まあ、その話はまた後にして、今はとりあえず、部屋を拡張しないといけないね。こうやって部屋を拡張した場合、もともと通路だった場所は、長さが縦横いっぱいになった時、部屋として扱われるようになります。説明が難しいけど、なんとなく映像でわかってもらえると思います。すみません。こっから長い穴掘りなので、しばらく倍速です。なんかこうやってひたすら穴を掘ったりしてると、別のゲームみたいですよね。さて、お店もこんな感じに拡張されていきます。店主、店がでかくなってよかったね。おめでとう。広すぎて、管理ができません。どっからどこまでが店か、わかりにくいです。賃貸に住むときは、駅から近い方がいいやろ？店も階段から近い方がいいと思って、やってみたよ。いや、めちゃくちゃ迷惑です。ほんとやめてください、こういうの。マジで？じゃあそろそろやめるわ。ごめんね。出遅れすぎはロタ。さて、なんか店主がごちゃごちゃ言ってますけど、実は私重大な失敗をしてまして、見ての通り、変な部分で店が途切れてしまってるんですよね。最終的な部屋の形としてはこれで合ってるんですけど、掘り方を多分間違えてます。最初に店から右側に部屋を拡張していけば、お店部分をもっと大きくできたような気がするんです。さすがに私、そこまで詳しくなかったので、こんな感じになってしまいましたね。次に同じようなことをする場面があれば、気をつけていこうね。何気にさっき、矢をセットしようとして、床に置いちゃってましたね。恥ずかしい。ああ、水切りの剣が、クソ緑とどめ、人の大事なアイテムを盗むとか、一番やったらダメだと思うんですよね。人間性を疑うわ。でも人間じゃないね。ごめんね。お、金縛りの杖か、いいですね。でも拾えないね。一旦店でアイテム整理してから、後で取りに来よう。鈍足の杖もいいね。こちらも同じく、後で取りに来よう。あ、フォーリーさんがいますね。あいつはいまいちよくわからんです。とにかく、赤の時は戦ったらあかんと、それだけ覚えてます。赤の時に攻撃すると、そのダメージを反射してくるんですよね。こっちの攻撃力が高いほどやばいです。緑の時は、与えたダメージ分回復してくれる、とかそんな感じらしいです。いまいちよくわからん敵なんですけど、フロアに一体しか存在できないらしいので、怖い場合は金縛りしとくといいらしいね。で、今さっき緑の状態で倒したけど、一撃で倒した場合は回復してくれないのかな？それとも私の HP が、満タンだったからかな？その辺もよくわからんです。さて店主、この怪しい壺あげるわ。店主こういうの好きやろ？いや、全然興味ないんですけど。ああそうなん。まあとにかく一旦預かっといてや、後で回収するかもしれんけど、ごめんね。あれ、店主お金くれるの？なんか最近店主、羽振りがいいね。いや、売ってくれたんじゃないんですか？違うんですか？ああ、まあそれでいいよ。とりあえず一旦売ったことにするね。一旦って、なんやねん。ふう、アイテム回収は超倍速でお届けします。よし、金縛りの杖と鈍足の杖を取ってきたよ。さて、そろそろアイテムを床に置く作業に取り掛かります。これも倍速でお届けします。で、祝福の壺を割って識別の巻物を出しておきましょう。
ん、いい感じですね。あとは、すべてのアイテムを床に置きます。天守、これ全部買い取ってや、装備もええで。いや、メイン装備を売る時点で、おかしいじゃないですか。まあまあ硬いことは言わずに、とりあえず、これでアイテム全部、識別してや。悔しいけど逆らえない、システムには、逆らえない。それでな、天守、申し訳ないんやがただの巻物もあるねん。ただの巻物に、天守の唇は取り外しできるって書いてあるけど、どういうことなの？白滝さん、店の商品はすべてタダにします。なので、唇の件だけは、奥さんと子供には黙っててください。必死すぎわろた。まあ、四天一族は唇が分厚いほど偉いから、分厚い唇をつけて、偉いふりをしてた、そういうことやろ？哀れなやつやな。いや、ただのファッションですよ。余計わけがわからんわ。さて、そろそろ準備ができました。店主、えらい時間かかってすまんかったな。そういや、アイテムの識別具合はこんな感じでした。怪しい壺は、やっぱり怪しかったね。で、ここから何をしたいかというと、上の方に出っ張りの罠があるんですけど、それに店主を引っ掛けたい、それだけなんです。ところが、思ったように店主が動いてくれません。ということで予定を変更して、適当に店主をいたぶる作戦でいきます。いつもこの作戦ですね。ごめんね。盾を投げた場合、思ったよりダメージが通るので、店主に投げるアイテムとしてはおすすめです。距離を詰められてしまったので、とりあえず鈍足にしておこうね。これで自由に動けるね。あれ、店主、こんなところにいい草があるよ、欲しい？は？お前、そこは食べるところやろ、もりもり食べるところやろ。店主がもたもたしてるから、邪魔が来たで。ふう、それじゃあ仕切り直しで、ドラコン層あげるで。は？くそー、ドラコン層食った時の、っていう効果音が聞きたかったのに、ぶつけた場合はならないんか、残念。やっぱり、総合的に考えて、選手にぶつけるアイテムで一番優れてるのは、楽そうです。これだけは譲れません。その次あたりに、水亀の水です。あれも楽しいね。あれ、選手、どこ行ったの？喋ってたらどっか行ってしまいました。私の実況だとたまにあるね。よくあるね。今、なんとなくフォーリーを殴って倒したんですけど、これって危険だったんですかね？フォーリー4とかになってるしね。よくわからんです。さて、ここから本題の泥棒ですけども、今の状態を見てください。泥棒状態になってから店のアイテムしか使えない縛り、やってもよかったんですが、このままじゃアイテムを使うことなく、階段まで歩くだけで終わってしまうんですよね。それじゃあ何の見どころもないね。ということで今回は縛り関係なく、適度に遊んでいきましょう。ということで、久しぶりの泥棒なので楽しくやっていこうね。ごめんね、店主。で、まずは右側の敵を金縛りにして、蓋をしておきます。次に、下手投げの腕輪を装備しておこうね。大事です。さて、始まりました。頑張っていこうね。で、泥棒状態になった瞬間に試練がいる部屋には、新規店主は湧かないので、この部屋は安全です。それで、とりあえず、右側のからしを金縛りにしておきます。これでまあまあ安全ですね。安全だからこそ使える、いいアイテムを私持ってるんです。クソワロタ。すでに店主の数が限界なので、魔物部屋を読むとこんな感じになります。これは一度実況でやってみたかったんです。できてよかった。で、私、
先ほど下手投げの腕輪を装備してましたよね。そして、モンハウなのでは名がたくさんある。つまりは、そういうことですよね。まあ、始めていきましょう。階段降りるだけならそこまで歩けば終わりです。それじゃあつまらんですよね。さあ、準備は整ったので、店主、おいでやす。からしは倍速なのでやりにくいです。こんな感じに歩数が合わない場合は、鈍速にするしかないね。やばいこれ、癖になりそうです。くそー、マップが邪魔で天守が見にくいやんけ。そんなあなたは、マップの大きさと場所を変えましょう。5プラスじゃないとできないことです。これで、天守が腐っていく様を、よりクリアーに眺めれます。天守の晴れ舞台ですね。皆さんは、からしおにぎり、わさびおにぎり、紅生姜おにぎり、青じそおにぎり、どれがいいですか？漏れなく全部腐ってますけど、食べ放題ですよ。それで、草鬼になった天使たちは、たった5ターンで新品として生まれ変わります。新品がマップの右側にはいたら終わりですけど、左側に分けばどんどん草鬼が作れます。思った以上に左側に湧いてますね。草鬼になりたいのはわかるけど、順番はちゃんと守ってね。それにしてもこれ、なかなか終わる気がしません。すごく時間がかかりそうです。さて、コンビニのおにぎりみたいに並べてみたよ。あれ、足元になんかあるね。踏んでみましょう。くっそわろた。フロアに同時出現数の19匹まで天守が存在するので、たとえモンスターの罠を踏んでも、草鬼は天守に変化しません。先ほど言ってた、モンスターの罠の数少ない使い方ってのは、天守をバカにする使い方でした。いやー、楽しかったね。ふう、天守を草鬼にして遊んだことある風来人は、まあまあいそうなもんですけど、天守を草鬼にした挙句、モンスターの罠で消し去った風来人は、私が初めてじゃないでしょうか？で、先ほど魔物部屋で作ったモンハウのアイテムに、山彦王の壺がありました。何かと使える壺ですので、大事に持っていきましょう。あと、先ほど店での早送りや、天守モンハウのアイテム回収など、大幅なカットがあったので、壺の中身なども含めて、アイテム欄を表示させてみました。いろいろと揃ってきましたね。カットとか倍速、極力しない方がいいのかなぁと思う時もあるんですけど、もしも今回のパートを、カットも倍速もしなかった場合は、58分の動画になってしまいます。それはやばいね。それを26分に収めれてるわけですし、カットと倍速、様々です。倍速とかの影響で、いつの間にこんなアイテム持ってた？ってのが出てくるかもしれませんが、泥棒開始時とかに、アイテムをすべてお見せするように心がけてますので、それで保管していただけると助かります。ごめんね。なんかね、運命の地下みたいに、夜があるダンジョンの方がグダグダすると思ってたんですけど、波乱の岩場は昼しかないのに、モンハウが多すぎてそれでグダグダします。でも、プレイしてる時はすげー楽しいです。このダンジョン好きです。鉄の矢持てませんね。いらないアイテムないかな？鈍足の杖のゼロがいらんですね。で、矢稼ぎとかで矢を一気に拾うの、快感だと思ったことありませんか？ズババババババって、音がいいですよね。
歩く速度を速いにしてると、こういった時も気持ちいいです。店で手持ちのアイテム全て売った時とかも、拾い直すのが気持ちいいね。でも、先ほど綺麗に並べた店主の草鬼は、拾い直す気にはなりませんでした。からしやらわさびやら紅生姜やら青じそやらで、さらに全部腐ってるわけですし、とんでもない匂いがしそうです。まああれも、もし地雷の罠とかがあれば、大量の焼きおにぎりにすることもできるんですけど、さすがに元が店主なので、あまり食べたくないね。店主を使って握らいずするってのは、だいぶ昔から考えてはいたのですが、どうにも気が進みません。うん、だいぶ気が進みません。さて、壺を識別するためにいろいろとやってますけども、よくわからない場合は、思い切って壁に投げるのもいいです。ただ、手名前をつけてから投げて、爆発すれば428だと識別されますし、割れなかったら割れない壺か棒状の壺って名前をつければいいね。割れた場合も次拾った時に、ただ、手名前がついてるのでわかりやすいです。さて、説明が長くなりましたが、今回のパートはここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。天竺さおに、楽しかったね。